シャルゲストコーナーさあ11月のゲスト、今月はねハードバトンリレー、今月来月お休みでございますので、ね、ミッチーな企画、太田企画のスペシャルゲストコーナーを作ってみました、ね。さあ話題は何と言ってみましてもですね、K9 ゲームでございますよ。 K9 イエー、そうちょっとね今声が聞こえてると思います。ここ岡本孝也先生もご参加しましたのでその理由はすぐ分かりますよろしくお願いいたしますはい、 K9 ゲーム公式大会にね出場されてまいりましたチームアロハ、ことぶきちゃんがプロデュースをしてね、はい、監督やってます。何ですかその24時間みたいな、これはさすがの黄色い上着は何ですか。アロハ、アロハドギの制服。そうそう、ケイナインの制服。ケイナインの制服、はい、そうです。でチームアロハの、ね、メンバー今日お越しいただきましてありがとうございます、はい、メンバーが伝わりますので、前半後半にね今日は分けてお話を聞いてまいりたいと思うんですが、はい、まず11月の5日6日ですよね、山梨県川口湖、ね、町そうですね、うん、はい、で開催された K9 の、公式大会、初めて出場してまいりましたチームアロハ、はい、初めてそう、公式大会は初めてなんですね、ね、川口湖、庄司湖、庄司湖、まあ遠いとこまで行きましたね遠いです。打ち上げがしたくて泊まりました。素敵、それ素敵だな、 それはいいな。でね、前半お話を伺ってまいりますのが、はい、実はなんで岡本さんがここに残ってくださったか、理由がここにございます、はい、チームアロハのメンバー、山形ご夫妻よーもしゅうきさんとさおりさんが、はい、どうぞマイクごめんなさい、ね、はい、座っていただいて、はい、じゃあ近づけてください、はい、はい、山形家はですね、エディ君とプリンちゃんという、うん、太田が、はい、保護をして、譲渡させていただいた、まあ、里屋さんでもあるので、ね、はい、で、エディとプリンというワンちゃん、はい、暮らしてらっしゃる、うん、いつもエディとプリンの話をしてもらってね、ラジオでね。そうですね、してない嫉妬ですよ、ね、で、そのエディ君の兄弟姉妹犬が藤子なんです。藤子ちゃんなんです。藤子さんとエディさんが兄弟なんです、ね、これが初めて会いましたね。そう、初めてじゃないですよね。いや、俺は初めて会った、うんうん、あれ藤子、あれ8月ぐらい、そうでしたっけ、あれ初めてでした、はい、兄弟のいるとあれですね、長い間会わなくてもパーって分かってガーって仲良くなりますね。うん、あれすごいよかったな、ね、うん、あれ意外とね、でもね、そうでもない時もあるのよ。うん、そうでもない時もあるんだけど、エディとプリンは、うん、あ、じゃなくて藤子は、うん、あのもうね、会った瞬間、君の名はみたいになってましたねマジで喋ってたね、うん、喋ってた、ね、古くない、今のね、さあ、まあそんなことで、ね、はい、K9 ゲームに、まあ、どういうきっかけで参加されるようになったのかとか、うん、まあ、チームアロハとの出会いとか、あとエディとプリンとね、うん、一緒にゲームを始めてみて、うん、どんな変化があったのか、うん、きっかけは全部ここあ、ごめんねもう実家の母ちゃんのミッチーナにうち、ん、に来たエディを、うん、元気でいるよって店に来たのがここ。お、最初はね、そうラジオ見学に来てくださったんですよね。ここに寿先生がいたのがきっかけ。おー、うんうん、K9 っていうのがあるんだ、うん、そう、面白いことがあるんだ、うん、なんか飼ってるだけじゃね、ご飯あげて散歩して、うん、風呂入れて、うん、終わっちゃうから、うん、なんか遊ぶことないかなと、うん、そしたら寿先生が、うん、K9 いいよ、そういいよ、うんうん、その時ってあのまだエリー君だけでしたっけ。最初はエディだけだったな。でね、エディ君だった。そうだよね。うん、エディ君ってね、ぼーっとしてるんですよ。はい、あれ知ってると思うけどみんな。あのね、性格なの。そういう性格でのんびり屋さんでね、うん、本当にぼーっと生きてる子だから、一人でずっと暮らせると退屈なんじゃないかって最初相談を私にいただいた。そうでしたね。そうなの。藤子みたいにチャカチャカ、あの自分でほら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 チャカチャカして、いやもうチャカついてますよ、チャカついてる、あれはチャカついてる、あの楽しいこと自分で探して遊ぶような子ではないから、なんか楽しいことないかなっていうのがなんかきっかけだった気がするね、うんうんうん、なんかそうでした、うん、やってみたらどう、楽しくて、たまるでしょ、いいな、うん、楽しいし泣くし泣くし、忙しいであんなに泣くこと笑うこともないですよね。アラフィフっていうのも全員あるちょっと今でも泣いちゃうもう泣いてばっかし
え、それはなんか子供が育っていく感じの感覚で泣くんですか？あの多分ね、子供の幼稚園を見てお父さんが泣く感じかな。あーあー、家でのんきなあいつがこんな人前でこんなに頑張ってっていう感じかな。完全に親バカですね。まあ、同じだった。絶対なると思う。やだ、親と見せないと思うでしょ。そうですよ。何をやられたんですか今回は。何ですか、こういうの。こういうのって何ですか？骨の、そう、骨の形をしたぬいぐるみみたいな、こういうの遠くから投げてパクッと加えるとか、そう、携帯ゲームってね、9つの種類のゲームがあるんですね。ちょっと簡単に概要を、じゃあ、読者から。そうですね、あの携帯ゲームは、9つのゲームがありまして、それ全てにおいてあのトレーニングの要素が入ってるんですよね。例えば、待てができる、あの離れても待ってられるだったりとか、呼び戻しができるだったりとか、知らない人に首輪を触られても大丈夫だったりとか、そういったあの人と暮らしていく中で必要なルールだったり、うん、そういったものを、トレーニング、ゲームの中にトレーニングとして、入れて楽しく練習をしていきましょうよっていうものが、経年ゲームでもあります。でそれをじゃあ、1年間練習した来てきたことを発表する場として公式大会というものがあるんですね。でなぜチーム戦なのかというと、やはりチームだといろいつも暮らしてない人がいたり、いつも会うことのない犬がいたり、でもそういった、仲間の中でも、いつもと変わらぬ同じような対応ができるかどうか、そういったこともあってチーム戦というものがあります。なるほど、そもそも発祥はアメリカですよね。1995年アメリカで、日本には12年前に上陸したんですよね。12年前、まだね、歴史が浅いんですよね。持ってきた人がいるんだね。そうなんです。でそれがね、動物博士でしょ。そう、動物博士のイアン・ダンバーさんという方で、獣医師でもある方なんですけれども、行動学者であって、その方がもうとにかくあのトレーニングを継続するには、人も犬も楽しくなければ継続できない。で覚えて終わってしまうと、あの必要な時にだけしか使わなくなってしまう。ご飯の前に待たせるとか、そうじゃなくて一緒に暮らしている中でどんな時でもあのトレーニングができたらいいよねということで始めてます。アメリカっぽいですな。さすが応援団長だよね。だから自然に散歩してぶっと立ち止まると、横にいるエディはスッと座りますよね、最近は、ね、はー、自慢ですか。うちの藤子あれですよ、散歩してたまると、もう横でスッグイッて引っ張りますよ。勧誘ですよ、勧誘。いいの、いや、やりたいんですよ、やりたいんですよ。藤子さん、上手に勧誘ですからね。え、そうですか。あれ、そうでした。うちの藤子、よかったですか。初回にあれほどやれる犬はいない。あれ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 、じゃあ、僕も昼間に言われきよ。ね、競技の中で今回エディ君が出ていただいたのが、さっきの骨のおもちゃのやつは、あのディスタンスキャッチといって、待てで離れて、でおもちゃ、好きなおもちゃがあっても離れたところでまず待ってられるか、で投げて、キャッチの言葉でキャッチする、で何メーター離れたところでキャッチできたかっていう、あの距離を計測するゲームなんですけれども。これね、ただその遠くでキャッチすることだけを目的にしてるんじゃなくて、まずあのパパがさ、おもちゃ投げてくれるのを待ってないといけない。それ待っての練習だったりね、そう、あともちろんキャッチもそうだけれど、いろんな要素が含まれているんだよね。それを楽しくやっぱり学べる、これが一番。そう、楽しいですよ、練習楽しいです、トレーニングして変わりました、性格、エディの性格とか、これだけに限らず、ああ変わりましたよ、よくなった。人が変わる。人じゃない。いや、あ、でもエディも変わってるんでしょうけど、もうなんていうのか、犬が好きです。ダメだこの人。しょうがない。でも集中、すごく集中するようになったし。最初はもういつも下向いて、僕は何をやってるんだろうっていう顔を3回ぐらいしてたんですよ。私も悩んでこのまま続けさせていいものなのか。意味がわかんないし、楽しいことなのかどうかも。でもね。3回目4回目ぐらいから意味が分かり始めて、こうするとこういいんでしょ、これでいいんでしょ、こうすれば褒められるんでしょというのが顔に出てきて、尻尾に出てきて、そうすると先生とかみんなわーっとやってくるんで、あ、すごい、
その辺からです。あれがなかったでもやっぱ続かなかった、すごいな。最初ちょっと我慢しなきゃいけない子もいるのかな、うん、全員が全員藤子みたいにわってやれるわけじゃない。なんかディスられてるのか分からないけど、勧誘です勧誘。ママもね、まあ、ほら子育てをしてると多分さ、うん、なんかそういう気持ちと似てるよねってさっき言われて、そうかもしれないなと思ったんだけど、なかなかね、うん、超一流でならないことも多いじゃない、うん、やっぱりプリンの場合はやっぱりちょっとビビリなところがあったもので、うん、それをちょっと最初はもうエディ君の付き添いだったんですけど、うん、思いのほかプリンがちょっとやってみたらすごく楽しそうにしてたので、うん、じゃあみんな先生とかがじゃあプリンもやろうっていうことになって、いや始めたのがきっかけですね、うん、プリンの方がどんどん覚えちゃう。エディが3回で覚えるとかプリン1回で覚えちゃったね。そう、そういうやっぱりその子たちの個性がね見えてきたりとか、うん、こんなこともできるんだなとかね、うん、知らなかった発見がね、うん、そうあったりとかして、すごく発見は、発見はありますね。そしたら犬がいい感じになるんですか。うん、うん、そうです。出した時も、うん、そうです、そうです。やっぱり集中し、飼い主さんに集中してくれるようになるので、うん、何か前から犬が来てちょっと気をそらしたいなった時に声をかければ、うん、自分の方をしっかり向いて集中してくれるようにもなるし、うん、でここでお座りしてほしいなって時にもお座りして犬が通り過ぎるのを待つことができる。マジで。、ね、そんなことあるんですか。できましたよね。ちょっとやりたくなってきたんです、うん、すごいね。そうで、あと競技を待ってる間どうしてもハウス待機になるので、嫌でも入ってなければならないから、うん、藤子ちゃんには適してると思ってた。加入されまくってるけど、じゃあそんな藤子ちゃんに届けこの曲、チームアルファのね今日テーマ曲をね持ってきていただいたんですけど、はい、競技の中にねワルツっていうのもあるのよ、うん、みんなで踊るの、うん、ワンちゃんも人も一緒になって、うんうん、それのテーマソングでね、うん、ずっとアルファで使わせていただいている曲がありますので聴いていただきましょう、はい、パイナップルプリンセス。